こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、窓を開ければ学説明らかなりです。目の前の窓を開けると雪を冠した山々が白く輝いている。積年たまった妄想煩悩の自己の心の窓を開いてみたら、雪山のようにまばゆく輝く悟りの世界があったということです。今から窓を開ければ学説明らかなりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。